5歩なって第6レース S級一般競争スタートです。内から東野が前を取って、すかさず成松が追って2番手、3番手に3番今野、2番の小川が続いて、4番の水戸は離れて短期最後尾となっています。連携の方も取れておりますので、ほぼこの位置取りでレースが進んでいくでしょうか。第6レース S 級一般競争、 S 級戦ですので周回5周回の競争となります。今1周目の2センター4コーナーへと差し掛かるところ、離れていた水戸も小川の後ろへと差を詰めていきまして、2対2対1となっています。この競争は西の5人の戦いということになっていきます。まず正攻法は1番熊本の東野圭人です。特別昇級からの4場所目、初日はジャンから叩いて先行したんですが、バック松坂にマクラで敗れています。当バンクではここまで無傷の3勝をマークしていたんですが、ここからはリスタートというところです。マークは5番佐賀の成松春樹、昨日はや好位包まれてというふうな競争になりましたが、ここは5射立て、しかも前取り成功というところで好展開を期待したいところです。これから残り3周回に入っていきます。九州2社を追って 3,4 番手は四国勢です。3番の今野勇気、昨日はマックルもさばかれという競争でしたが、今季は初の S 級昇級、この5社立ての競争でどういったレースを見せるでしょうか。マークは2番ベテランの小川啓司、そして昨日は中段取れずに敗れましたけれども、今日はギアを上げて登場しております水戸高森最後尾。レースが赤番手前4コーナーあたりから動いていきます。3番手から今野の上昇、東野はこれを送り出します。水戸は後方のままになりましたので、この九州勢の後ろということになります。赤番で四国勢が動いて前へと上がり、3番手東野はどのあたりから仕掛けていくのか。その東野は後ろの水戸の動きもしきりに警戒しています。打賞3コーナー2、3番手や車間が空いています。さあここは今野がまたペースを上げていきまして、大きく車間が空いた3番手が東野、残り1周回に入ります。徐々に差を詰めていく1番東野、1センターから2コーナー加速をつけていきます。5番の成松ぴったりマーク、最終バックで前段が形勢逆転します。まくり切った1番東野、5番成松、離れながらも水戸が3番手と上がっていった。四国勢交代、4コーナーから直線前マッチレース、1番東野、5番の成松、追い込んでいきますか、並んでゴール、その後4番の水戸。第6レースが終了しました。ここは今野が主導権を握った競争だったんですが、バックでまくり切った九州勢、マッチレースになりましたが、東野がどうやら粘った感じになります。迫りましたが2着の入線、このまくりを追った4番の水戸が3番手の入線、上位通過1番5番4番、一応の体制ですので決定まで申し少々お待ちください。